帝政初期のケントリオの再演、ケントリオとは古代ローマ軍の機関戦闘単位であるケントリアの指揮官のことである。日本語では一般的に百人、隊長、百卒長と訳される。兵の指揮統制をはじめ非戦闘時における隊の管理など、軍の中核を担う極めて重要な役割を果たし、ローマ軍団の背骨と称えられた。このため、ケントリオは市民社会からも、 大きな敬意を持って偶される名誉ある地位であった。定員100名のケントリアを指揮、管轄した。ただし、ケントリアの実際の人員は、時代、戦況によって異なり、80名以下の時もあれば100名を、越す場合もあった。ケントリオは、ローマ軍団内でも序列があり、経験を積むことによって格付けは上がっていった。そして最終的には6個ケントリアを統括するコホルス。 の指揮を取った。ケントゥリアの筆頭は、プリムスピルスと呼ばれ、指揮することが名誉とされる、第一コホルスの指揮官となった。このようにケントゥリオは、新米、ケントゥリオから、プリムスピルスまでとなるので、現在の軍隊組織で比較すると遺憾から左官までの、広範囲に相当する。通常のケントゥリオが、中尉小尉に相当し、プリムスピルスは、中佐、小佐に相当する。 更新の際の牙での移動が許され、上官からの許可が得られれば公式に結婚することも可能で、駐屯地で家族と住むことも許された。しかしながら直接的と戦闘を行う部隊の陣頭指揮を担当するケントリオは、戦場での死亡率もまた非常に高かった。また戦闘の指揮だけでなく非戦闘時における軍団兵の訓練についてもケントリオの指導のもと行われた。 訓練内容は厳しく、規律を乱すと非常な罰則、その中には処刑も含むマイナスがなされた。しかしながら、この訓練によりケントリア内の規律が保たれ、しばしば、ローマ軍が戦場で優勢な軍勢を打ち破ることを可能にした。軍団兵の懲罰だけでなく、報送も彼らケントリオの権限で行われた。 数あるケントリオの序列の中で上位にあるケントリオが、下位にあるケントリオを罰することも可能であった。例えば、新兵訓練に失敗する、保証任務中の部下が居眠りするなどがそれにあたり、その際の処置は違反の度合いによっては、ケントリオが、軍団兵を死刑にできるのと同様、上位のケントリオは違反した下位のケントリオを死刑とする、ことも許された。ケントリオの軍曹は、 通常の軍団兵のものとは異なり際立っている。甲冑は勲章で飾られ常に磨かれ、剣は左脇に、そして足にはね当てを装着した。ケントリオの兜は独特な羽飾りがついており、敵からも味方からも鮮烈で、その存在は一際目立った。また、軍団兵がロリカセグメンタタを着用しつつあった訂正においても、ケントリオは、 ロリカ・ハマタを着用し続け、式の時には式棒を持った。甲冑を着用していない時は身分の印として、一般の軍団兵は右前であったのに対し、腰のベルトにつけたプオを左前に体験することになっていた。ペテロがコルネリウスに洗礼を授ける。ユダヤがローマ帝国の圧政下にあった時に生きたイエスと彼の教えを綴った新約聖書には、ケントリオは、 百人隊長という名称で何回か登場するが、以下の二箇所がキリスト教の重要な局面を表したものとして、世界的によく知られている。一箇所目はイエスの教えと生涯を記したマタイによる福音書の第八章五から十三節の記述に登場し、イエスが活躍したガリラヤ地方のカファルナウムの人で、下辺が中部で寝込んで苦しんでいるので、 イエスに着て直してほしいと懇願し、イエスは彼の態度を表す話に感動して、通常ユダヤ人の習慣としては、違法人を相手にすることはないが、イエスは百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時に、下辺の病気は癒された。二箇所目は、イエスの弟子たちが彼の死後その教えを世に広める様子を書いた、首都原稿録。 第10章1から48節にあり、カイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日彼は、天使が近くのヤフファにいるペトロを招きなさい。という夢を見た。一方、イエスの死後その教えを伝える中心になっていたペトロは、その時、 カイサリア近くのヤファに滞在していて、神が性別したものを記憶ないと言って知りけてはならない。という幻を見て、コルネリウスの部下が呼びに来たのでカイサリアへ行き、一緒に祈ると、精霊外邦人のコルネリウスにも下るのを見て、コルネリウスに洗礼を受けさせた。この後、ペトロはエルサレムの仲間を訪ね、精霊外邦人に下って、洗礼を受けさせたことを報告して、 キリスト教の初期の当時はイエスの教えはユダヤ人だけに限るべきだという意見があったがそれを克服して世界の全ての人々へ伝えられるようになった初期駅のうちの重要な一つとなった。現実には兵士は駐屯地で事実婚の形で現地の女性と婚姻して女体後採主を故郷に連れて帰る例は多かった。聞き手で素早く剣が抜ける。ありがとうございます。